はい、えー、どうもえー、っと何になるんだ、えー、この時間はこんにちは <laughs> ちょっともうおっさんなんでね、えー、もうちょっと時間がね僕ねいろいろね、うん、不規則なところがあって今「こんにちは」だったっけ「こんばんは」だったっけみたいな感じとかね、えー、なっちゃうところがあるんですけどあのー、ちょっとですね あふと思ったことというかね、まああのー、さっきまでね、えー、まあ、<coughs> 何まあ、ジェイクール枠をちょっと見てたんですけど <laughs>、えー、僕ね、あのー、そのね、NG とか、ブロックとか、 なんかそういうことをしていい流れっていうのがむちゃくちゃ気に食わないんですよ。うん、そうう本当に嫌いなの、ね、だったら NG されて強制的に黙らされる立場とか、まあ、コロボから落とされて強制的に黙らされる立場 ってていう人間が出てくるわけでそういう人間がどうやればいいか、まあ、NG ってね要するにね攻撃なんですよこんな NG とかブロックとかあのー、そういうことってその言論とか相手の言論とかを封じる攻撃だって捉え方だと僕思ってるんですよねもうそれ自体が。 その枠に行きたいからじゃなくて、そこでね、まああの、何そういう配信とかで、あのまあちょっと言い合いみたいになんになって、気に食わないから落としてブロックとか。なんそれって。じゃあ自爆で言うわってなるかもしんないけど、まあ直接言い合いとかもできなくなるわけやん、そんななったら。そういうブロックとか NG とか落とす行為されとかを平然と。 当たり前だみたいなそれが当然だみたいな空気がすごく気に入らないのよねうんだからさこんなの簡単なことなのよ落としたら話し合いの余地がないって向こうから突きつけてきてくるわけだからね NG とかあの落とすっていうのはこれって言葉の喧嘩から逸脱してない俺はそういう風な捉え方するんだけど だから話し合いとか言葉で話し合うっていう段階とかをすっ,ぱすっ飛ばして「ダメなもんはダメだ!」っつって蹴ってくるんだったらそれ逆にねじゃあ俺その枠自体がダメだと思うから通報するわとかねそういう手段を取られても何らおかしくないの全然筋通ってると思うんだけど。 これなぜかっていうと、だってもうこっちだけ言葉を封じられて向こうは自枠でバンバン喋るわけでしょじゃあ、その、その枠、その NG した枠がもう気に食わんやんだって、そんな。自分は好き勝手やってるくせに自枠だからっていう風な理由でそういうことするんだったら、じゃあ、通報しようって。この流れ全然自然だと思うのよ。うん。何がおかしいのって。うん。 なんでそれ、通報しちゃダメっていうのは遊ぶ人がいなくなるからって、通報されて辞めた人間とかね、映画になってる人間とかっていうのも、なんだかんだでやっとるやん。アホかって思うのよ。何その洗脳。自分たちが都合いいようにリスナーを手なずけようと洗脳するのやめろよって思うのよ。う、は、ん、あ。知るかよお前、リスナーは自由だし、配信者も自由だし、好き勝手やるし。あ、お疲れっす。うん。 バッカじゃねえな本当に何がお前そのリスナーに規制かけるだよお前コメントでこれ言っちゃダメだよふざけたこと言いやがってうん、はあ、関係ねえよお前そんなもん気に食わなきゃそういうふうに NG していいとかそういう流れにするんだったら気に食わなきゃ通報していいっていうのも認めなきゃいけなくなるんだよ話し合いっていう場を放棄してるわけだから言葉じゃなくて 戦いになるわけでしょじゃあそれも揉め事界隈やんだって言ってるのはその揉め事界隈がなんとかっていうのは分かれててその何言葉で戦うのが喧嘩カ凸なんでしょその言葉相手の言葉が気に食わないからってその言葉を封殺しといてじゃあどうなるかっていうとそんな揉めるに決まっとるやん <laughs> えその自惑のルールだからその喧嘩カ凸ってルールでやってるやつもいるわけよ 言葉で話しし合って何とかしようっててとかようじゃあ通報誘導とかされても問題ないよねそれタヌキとかその辺とかでこいつにブロックされたからこいつ通報誘導しようぜとかねアンチをまとめ上げて通報誘導しようぜとかねそういうことをされても仕方ない行為だと思うのよ俺は。うん そうだってねもうそれはもう絶対そうよそれ以外何でもないもん <laughs> 自分たちがあの通報されたくないからとかバンになりたくな,ないとかそういう理由で通報を止める止めてるだけでしょっていう、まあ、もちろんねバンになりたいかなりたくないかで言えばなりたくないよ誰でもだからこそ でその話し合いの場とかね。それリスナー一人がね、あのー、NG したところで問題ないと思うよ、そりゃ。何も起きんと思うよ。ただ、それが結束する人間とか、まとめ上げる人間が出てきたときに、お前ら詰むよって話よおう。俺はそっち側の人間だし、この話を聞いて NG ブロックみたいな感じのことをするんだったら、そいつはもう全員で通報してしまおうぜって話になってくるわけよ、そんな。おう そう、これが俺の思想だしあのー、思ってることよなんでそんなに自縛だからって強制的に制限されなあかんのってわけわからんだろお前そんなねえ <coughs> 狸、まあ、枠の人間も狸枠の人間で、まあ、たた雑談狸の人間も雑番狸の人間でね通報すんな通報すんな言ってるかもしんないけどなんでダメな <laughs> やったらいいやなって話し合いで解決できないから一方的にダメだっつって NG とかブロックとかするわけでしょじゃあその時点で喧嘩とつじゃなくて揉め事じゃん <laughs> 話し合いの余地はないっつって向こうから切ってきてんだから NG ブロックするっていうのはね一方的にダメだ自分の枠だから自由だじゃあインターネット全体で見て通報は自由でしょまあ通報誘導はダメかもしんないけどツイキャスの規約ではねうん 数の暴力ってあるんだから雑談タヌキで同じことを考えてるやつとかを集めれば全然数なんてできるから、うん、NG したところで見ることを全て防ぐことができるかって言ったら脳だしね別のアカウント作ってそれで通知取って分かんないように見続けて何かあったら通報しますっつってそういう流れがやりたいってことでしょ要するに <laughs> おう俺はそうとしか見えないのよ。ああ今ね、現状であの、そういう NG とかブロックとかって、相手が話す言葉を全部ねじ伏せてる人間に関しては。うん。なんでダメなのとかっていうのも、まあんになるからとか、あなるほどねって納得する人間もいれば、おうん。それとも納得いかないっていう人間もいるわけで。 納得、うん、にいかないっていう人間を根気よく話し合わずに向こうから「もういいよ」みたいな言うんだったらまだしゃあないとしてもねそれを一方的に「じゃあお前いらねえよ」って「俺の枠だから自由にするんだ」っつってブロックするっていうのはこれ言葉で戦ってないよね。うん、ツイキャスのねあのー、その機能を使ってねじ伏せてるだけなのよ。うん こんなもん。じゃあそれってどうやって蹴りつけるのってその落とされた人間とか泣き寝入りするのっていう話になってくるとは思うんだけど別に全然泣き寝入りする必要ないのね。う粘着して通報そいつをバンにしてやればいいんだよ。 自分が遊ぶ場をなくされたんだったら相手の遊ぶ場をなくしてやればいいんだよ。それだけの力が多分、あのー、雑談タヌキにはあるでしょ嫌われてる人間だとか何だとか喧嘩界隈のねなんか喧嘩のそのなんか掲示板いっぱいあるやん。そこの全部に「こいつえあの通報お願いします」って書き込みまっくるだとかね。うん、かそういった掲示板とかなんとかっていうのもいろいろね。 あと配信で人を集めて通報をお願いしますってアンチの人間も大多数いるわけだからそういうふうに NG とか過去された人間とかもいるわけだからそういう人間とかっていうのもひっくるめて,バン,にしてあのバンにするように動けばいいのよ旗頭になっておうんそれはねあの僕もね話し合いで済むんだったら全然話し合いするよ でも NG っていうのはその話し合いと対極にあるものだから。ブロックとかね。一方的に相手の喋ることを止めるわけだから。そんな奴がなんか言葉で戦いましょうとかね。頭おかしいんかって。うん、通報だよ通報。そんな奴らは。全員通報して消せばいいんだよ。そんなゴミ彙みていな奴ら、うん。何言ってんのって。 そう俺はそう思うよ。全然。まあ、ツイッターとかも通報でもいいし、何を通報してもいいし、何かしらものものをバンにしてやればいいんじゃないかなと思うよ、うん。自分の遊ぶ場がなくなれば、多少は自分がやった NG っていう行為もわかるでしょ。NG なりブロックなりっていう行為。そう。俺はそう思う。本当に。 まあ人それぞれ意見あるから別に <laughs> なんだかんだでねそのまあそういう風に言ってるやつっていうのである程度これ筋通ってるなっていう風に思ったらもう全然そこはあまあねって俺はそうするようんいいんじゃないって言うけどやっぱりねあの言い分によっては納得いかないブロックみたいなのもあるわけだからうん一方的に この言葉を使ったらブロックみたいなのは、それ通報されてもしゃあないでしょ私が言ってるんだから言うこと聞きなさい言うて、私の枠なんだからみたいな言われても、知るかよボケがお前。だったら裏でやるよ。配信枠取んなよクソがって。ね、周りのやつに見られて、周りのやつに意見されたくないんだったら、もう裏でもグループ通話でも LINE 通話でもやっとけよゴミがなるのよ。 うん、この感覚わかんないかなそれ配信でやってる以上誰につつかれても仕方ないしどんな言葉を使う人間が来ても仕方ないのよそんなもんそれをあれはダメこれはダメみたいなね言う自体がナンセンスだし、うん、でしょこれだからタヌキとかって雑談タヌキの人とかは全員虐げられてんのよ その NG にビビ NG とかなんかブロックにビビってそこでしか言えない。当たり前じゃん、そりゃ。配信者が絶対の権利みたいなんで、NG したら逃げたって NG したら当たり前だよね、みたいな風潮になったら、そんなもん雑談狸みたいなにたまるわ、お前そんなもん。アホか、お前。でも、雑談狸の人間とかももっとね、あれすればいいのよ。もっとこう、何 あのー、人数いるんだからさそういう言論統制みたいなんする配信者とかを通報したればいいのよそれを理由にでその風潮を、まあ、コメントでねまたこれあの誰か NG とかそれとか言うなとか言ってるからこいつは通報してくださいともう監視してやればいいのよそういう風潮って別に配信者だけが今 持てるもんじゃないからね、うん、通報っていうのは通報っていう権利があるんだから武器があるんだからあ <laughs> 当たり前だろお前俺も見る側でもあるんだよ配信者はリスナーでもあんなよ嫌なんだよ俺もその変なぐちぐち言われるの それはねそれがね個人情報を晒したとかいやお前そりゃあんまりねえだろうとかいうようなねあのー、まあ嘘とかだったら別にいいと思うよ少々嘘つこうが何しようがねあのー、その風評被害みたいなのを出そうとするとかそういうものに関してはいいと思うけどさすがに個人情報の公開とかは犯罪だから、うん、そういう犯罪以外のことだったらある程度指示は得られると思うのよ死ねって言って何が悪いの おういるのよそういうやつ死ねって言ったらお前もう全部ダメとかね配信者でねそういう死ねって言われるのが嫌って思うやつもまあ最近おまあ俺もそこ嫌だって思ってたけどまあそんなに気にしなくていいやって思ってたけどねあのー、一回それで揉め出したらねやっぱ見えてくるやんなんかあ無理だわってじゃあその風潮を変えるしかないのよ どうしてでも。自分が思うように持っていきゃいいのよそんなもん。気に入らなきゃ通報すりゃいいのよ。でそれに大義名分がありゃやっぱこいつはなんか言論統制するとかねなんかあのねなんかブロックとかいうか形でなんか嫌がらせしてくれるとかねそういうのだからあのこいつは通報しましょうって。 こいつを監視して通報しましょうみたいなのに乗ってくる人間もいるのよ。だいたいね、そういうやつってね、統制するみたいなことをやってるやつって、周りからも嫌われてんのよ、結局。特にリスナーから。周り全部からとは言わんよ。それはそれがいいなって思う人間もいれば、あの、そうじゃない人間もいると思うんだけど、やっぱり大体は、その、 やっちまおうぜっていうのに乗ってくるやつ多いと思うのよ。ブロックやら NG やらしまくるやつ。うん。バンになるかな知るか、そんなもん、お前。何をバンをビビっとんねん、お前。喧嘩突者だのなんだのわけわからんこと言いながらな。そんなん言うんだったら、喧嘩突みたいな全く受けずに揉め事あったらね、全員そいつらを全部 NG しろよ、バカが。揉めそうなやつ全部。え それをなんか自分が遊びたいからって欲でそういうところに混ざってきといて、気に入らないやつ NG ですみたいな。頭おかしいんか、マジで。気違いが、本当に。クソじゃねえな、もう首吊って死ねえよって話だよ、そんなもん。や <laughs> べこの番なる俺これ。<laughs> ま、いいか。<laughs> こういうことだよ、だから。こういうこともダメだ、ダメだ、言われるんだよ。うん。クソくだらねえな、本当に。もう俺はそんなんごめんだもんだって。うん。 だからぜひともあのねうんじゃあ通報も権利じゃんねそんなん通報も権利だからじゃあ権利を行使すればいいのよ通報のまあそれがねやっぱ周りにやっぱ受け入れられるだけの内容かどうかって 周りが決めるわけよこいつこう言ってたのに自分都合でバーンしたとかねあじゃあ NG したとかねじゃあそれに大衆の指示が得られれば大量の通報がい,るわいくわけよそうだからそれをするだけの場っていうのはあるわけよ結局その雑談狸っていう場所がね そこに対して、こいつはこうしたからバンするべきだって。うん、通報するべきだって。あ、こんにちは。ななりさん。うん。僕はそう思いますね。なになになんかその配信者の言いなりになってるリスナーほど面白くねえもんはねえんだよ。本当に。頭使って、動けよ、お前。できることがないわけじゃないんだから。 何だってできるんだからそんな。配信者に言うこと聞かすこともできるんだからそれ人集めれば。ねうん。俺はそう言い続けるけどね。なんか保身にはって通報はダメだとかダサいとか言ってる配信者じゃねえから。うん。全然言うけどね。そんなの。 まあ今のね、その配信者っていうのはもう守りに入ってるやつばっかりだから、こんなもんね、全員もう通報ビビってね、通報はダメだよ、通報はダメだよ、言って。<laughs> じゃあ NG ダメにしろよ、お前。NG 機能なんて使ってねえんねん、使ってんじゃねえよ、アホが。あそれかもう、この辺からもう全くの平和枠でもやってるよ、一生。 リスナーとなれ合ってコラボもなしで他のやつに邪魔されない平和枠でもやってるようんんか顔出ししてキャッキャウフフするみたいなリスナーとキャッキャウフフするような配信でもやっとけいいやんそんなうんとねでもねリスナーっていうのは あの視点が違うのよ。だからリスナーはその配信を見るだけなのよ。うん、でそれをねあの延長しようか。あれ,これ延長どうなってんのこれ <laughs> あの逆にその視点でこいつ通報しようぜっていう流れさえ作ってしまえばそのアンチの集団とファンの集団ってやっぱり系が違うのよ。 うん、アンチの集団っていうのはそいつのこういうところが気に食わないからこういう行動をします。で、それをまとめ上げて通報しますって言ったら全員が目になるのよ、うん。人気ある最新者のリスナーの数の暴力っていう風な話であればそんなもんはあのただのファンの集まりだから意味ないのよ。うん 自分から率先しして行動を起こそうとしないのよただの言いなりだからそいつらそんなんよりかは全員が動けるアンチの集団の方が強いからねどっちが強いかで言えば当たり前じゃんそんなどっちが上かって言ったらそっちの方が上だよお前 むしろそのみんなが見ててみんなが独自の判断でこいつ通報しこれ通報できるからこいつ嫌いだから通報しようぜとかこいつがこういうことやってたわけだから通報されても仕方ないよねみたいなそういう内容で動けるやつでこれで通報しようぜって何かあった時にすぐ言えるたぬきみみたいなんとかっていうのはものすごく強いのようんうわそれねひどいなそれ M 通報だこれ なん,でなんで NG されたの <laughs> もう理由によるよ、そりゃ。その理由がさ、あのー、すっげえ粘着したりとか、個人情報書いたりとか、あのー、なんかね。<noise> ああ、都合だ、お前、それ。<laughs> <laughs> なんで通報したってコメしたのそれ。おうん。それはお前通報したってコメしたらお前、そりゃ。通報されたくない人間は NG 入れるだろ、お前。わざわざ言う必要ないやん、それ。ねその配信で言うんじゃなくて、裏でこっそりやれよ、お前。それは下手くそだよ、本当に。何その通報しましたって。<laughs> っそれはそれはね、通報しましたって言われたら今後通報されないようにブロック入れる入れられるよ、お前、それ。おうん。 それは、これ、え、なんだったっけロン、え、どっちだロンパが悪いんじゃないおそこはお前やっぱ大義名分としては弱いよ、ちょっと。おうん。へえ、リナネコね。 <laughs> それ通報したらいいやんその顔を加工されたのだからそういう時にあれよ顔を加工されて晒されたから通報協力お願いしますつってタヌキに書くんだよ雑談タヌキにおそれが一番強いから数がいるんだからなんせお通報は数だから質もあるけど質なんかあってもね数1個には勝てないから1つの通報は100個の通報には劣るからね うん、だからそういう時は雑談タヌキに書き込んで顔さらされたんで通報してくださいっつってそれでいいやん、うん、でいろんなところで通報をさせるように努力すればいいのよ、うん、自話で取ってもいいし通報お願いしますって撮ってもいいしえあの顔をされされたんで通報お願いしますって全然やりゃいいのよ <laughs> あれだ,太郎丸だったっけそれおうやったらいいやん、そんなん。乗り込んで、お前顔晒さらさしたのに、なんでお前これ、ばンなんねんだよ、つって。ちょっと、花火もらったんで炎上しますね、これね。あの、クワッチの方はね。ちょっこっちは、こっちはちょっと炎上できないですけど。あの、うん。だから要するに、そういうことよ。 俺はもうそう思うし。てかまあそうに違いない。ほんとに。違ううん。まあそれでもいいよ。暇なやつ。俺はちょっとそれできねえからさ。別にそんなに手軽じゃないやん、でもそれ。ね やっぱ手軽にバンできるような方法じゃないと無理。無理だと思う。そんなの。何べんも何べんもそんなのできねえだろう。う普通に考えて。できるそんなに時間使って。まあ近ければいいけど。だからそんなんなくてもできる方法を考えないとダメなのよ。戦える。 うんまあ、それはそれでいいのよ別にセオが番なのとなんなうと知ったことないからなんで,バン,なんでバンになったのかは知らんけどね俺ね、うん、その理由っていうまでは知らんけどわかるこれ俺が言いたいことねわかるでしょ分かんなかったらそうですかって話だけど <laughs> そう「そうですか」って言うしかないけどあのー、意味合いは分かってくれると思うのよね結局うんある程度ね全く分からんっていう人間はそんなにいないと思うのよこれ聞いてねあ声こういうありがとう ありがとう、ありがとう、これね。うん、だから、配信者に負けちゃダメなのよ。はぁ悪質なアンチリスナーに困ってる配信者なんて知ったこっちゃねえよ、お前、そんなもん。自分でなんとかしろよ、配信者だろ、お前。嫌なら配信やめちまえよ、バカが。うん。んなもん。 こんなん言い出したらもう配信者なんでやめてしまえよお前ほんとにリスナーが困ってもうどうにもならないんでやめます言うんだったらやめてしまえよん <laughs> 言いつけるなんだっけ <laughs> そうそれに耐えられないんだったら配信者なんかやるないよお前ほんとそうよ んんなもん配信者の質なんて落ちる一方だろお前そんな全部かばってかばって配信者優位で配信者さんすごいですみたいな流れいらないのよクソみてえなのはなんでお前ブロックされたのにお前コメントできてんだよお前えじゃあ俺がブロックしたって言うんだったら通報しろお前ほんとに いけいけやお前通報しろ俺のことも別に例外じゃないぞお前通報したらんかいあ <laughs> やったらんかい通報 NG っていうのはだって発言の機会を奪うわけだから悪いよ なんか来た発言の機会を奪うことがどうして悪いことなのうんどうして悪いことなの<何>発言の機会を奪うことがどうして悪いことなの、うん、悪い別に悪くはないよあじゃあ悪くないよなんで悪いって言って、うん <laughs> 悪くはないけどでもそしたら通報されてもしょうがないでしょ、うん、なんで なんでって、発言、通報な通報は悪いの通報は、何にもその該当する行為がないのに、通報して妨害してたらそれは悪い行為でなと、うん。なんで,他社のでそれがあると思えばいいしのあると思えばいいよ。あると思ってたらいいんじゃん。うん、じゃあ、それがあった時に通報してもいいでしょ じゃあそれは NG をする行為に対してではなくて、うん、悪いことをする行為にある行為 NG さ,されなかったら通報しないっていうその人の心の動きもあるんじゃない、うん、?NG されたからその仕返しに通報したらいいやん、うん、それは妥当ではないね妥当ではない ?NG されてかつ NG されてかつ、うん、NG された上で そいつが悪いことをしてた時のみ通報できる。NG する時点で、人の発言の機会を奪うわけや。発言の機会それは悪い行為じゃないよ、別に。それはね、自爆で勝手に発言の行為を、自分がコメントするのを止めるっていうのは、話し合いを放棄したってことや。うん。その時点で、話し合いは決裂してるんだ。相手に、じゃあ、その相手も通報したらいいや。それはちょっと苦しいな。なんで 相手を止めるように動けばいいや話し合いをするかどうかについて自由意志があって、うんうん、それを止めたこと自体に悪さってないでしょ、うん、話し合い、うん、やめたことじゃあでもそれ、うん、<laughs> それって発言の自由を奪ってるわけやで発言の自由を奪うことは逆に奪われてもしゃあないやん、うん、自分が遊ぶ場とか通報でだからそれ通報で奪われるのは、ねうん、その人が、うん、その 通報されるに値する行為をしてたっていうところに直結したときに初めてでしょそれは通報されたっていうことと全くつながりがないよね。うん、NG されたってことと全くつながりはないよね。でいやまあそれならいい。いや別に NG することは悪いことじゃないよね。いや NG するんだったら通報されても仕方ないって言ってるのね結結、うん。だからそれがおかしいよって話。 で今はそこはおかしい部分がだって人の発言の場を奪うわ,うわけだから自分が奪われてもしょうがないしょ人が遊ぶ場を害してるわけだから、まあ、それがね仮にその NG っていうのが妥当性があるかどうかって話なのよただ自分が嫌だからっていう押し付けで NG した場合って逆に押し付けで通報されたりとかね例えば通報だけどやり方はね相手,の発言相手に発言の場を奪われても仕方ないってことよ それは違うでしょうだから違わないよ。<laughs> なんで、ね、だって自分相手のさ<も> NG して一方的に発言をさせませんってやってる人間が自分は奪われたくないっていうのが通るの、うん、自分は奪われたくないじゃなくて自分もいきなりの行為じゃ,いい、ね、じゃあそいつがね、イスロックさん、イスロックさん聞いて、うんそいつ、その NG したやつが別の枠で NG されることには文句言えないと思う。うん、どういうこといかなる理由であれ。 だから、ソロ六さんが言ってるのって、うん、自分がある場所で奪われたら、ね、うんうん、そいつが他の場所で奪われても文句言えないっていうふうに語るのであれば、その同列となるのは通報されることではなくて、他の枠で NG される可能性があるってことでしょ。同列かどうかっていうのは関係ないやん、別に。奪われると奪われかだからそれは、その人間に対して奪いたいわけでしょ。奪われ方が違うから。 奪われ方なんて関係ない奪。その奪ったっていう事実が関係ない。奪われるよ、奪われるはれる。違うえじゃあ、奪われる範囲は違わないよ。範囲発言の場じゃん。だその自分の発言の場の広さがあるでしょ。うん、例えば。広さなんて関係ないよ、ね、そんな。じゃあ、それが嫌なら NG すんなって話よ。それが嫌なんだったらネットすんな、NG すんなって。これは枠主が言ってる言い分と一緒だからね。 待って待って、ね。伊ん、聞いてよ。だってさ、あの嫌ならみんなよ、コメントすんなよって NG するでしょ。聞かないの私の枠来なくていいから、つって。何伊沢ん、聞かないのはいはい。何じゃあ、うん、その、相手にやられたんだったらや,やられ返してもいいだろうっていう部分の量ってあるでしょ、うんうん、ない。え <laughs> ない。じイソロクさんは、伊沢くんは、一発、例えば、怪我をさせられました。軽くね。うん ちょんって、ちょんってちょっと小づかれました。そしたら、全力で相手を殺す権利があると思ってる思ってる。人によっては。それはある。なんでなんでだって笑ってるもん、もう。笑ってたらなんでダメなの笑ってるよ、もう。いや、ろう。厳しい厳しい。殺せ、殺せ。でさ、ナナリーさ、お前さ、散々なんかぐじ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 言ってるけど、俺が来たら何も言えないのかよ。 で,でなんか話するだけ違う違う違う話はナナリーにあるんだって、うん、あナ,ナナリーがねキモいキモいとかさっきから言ってるけど NG をそもそもね、うん、されることはお前がそれなりの行動をしてるからなんやでそれを、ね、キモいキモいとかぐちぐちねいろんな奥で言い回したり、ね、ここでイソロクに言い返したりしてるけどお前の方がダサいしキモいんだってやってる行為がなんでイソロクの奥にわざわざ行ってくんのじゃあお前が一人で行動すればいいじゃん かかってこればいいじゃん、お前が。なんでロ六に言いつけようとすんの必死に。NG してゃならかかってこれないんだろ、ね。いや、俺にはかかってこれるだろうどう。どうやってああ。どうや別赤でもいいだろ、別に。いや、今でもいいし、あの別赤で来てもいいし。 そもそもキモいって言われた。ね、お前がね、やってる行為自体がキモいんだから、それに対して NG されたところで、うん、てめえ文句言えねえだろ。お前が今グチ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 やって、その枠でね、いろいろグチグチ言い回してる行為が気持ち悪いんだって。おい。いや、言ってたけどお前。YP と、ね、未来はキモいだとか、ドン引きしてるとか言ってたけどお前。覚えてないの自分で。おい。知的障害者。お前、記憶障害かよ。 自分で言ってたこと覚えてないのかよ、お前。病気か、お前。まあ、病気だもんな、お前。しょうがないよな。お前は病気だし、障害いっぱい持ってるからしょうがないよな。脳に毒回ってるもんな。あ,あお前、だからそういうことばっかしてるから、お前嫌われんだよ。ブス。性格も顔もブスだし、ね。気持ち悪いことばっかしてるから、ね、嫌われるんだよ。病気にもなるんだよ、お前は。そういうことばっかしてるから。神様は見てるんだよ。ね。 うん。分かったナナリー。なんでブロックしたお前、あんま調子っこくねよ。なんでブロックしたかっていうと、ナナリーがうざかったから。いや、それは、ね、これ通報、通報案件だよ。なんでナナリーが、ずーっとずーっときも、キモいキモいとか、うん、誹謗中傷してたから。誹謗中傷は、ね誹謗中傷は利用規約違反だから。利用規約違反のことを NC して何があるの知らないですも、ね、そんな。通報しろよ。え知らないの エネルギーを <G> した勝手にするはいいけど、別にそれは通報されてもしょうがない、うん、通報されるように粘着されても。まあ今俺は俺は誹謗中傷したから別にねナナリが通報したところで何にもなんないと思うけど、うん、通報はしてもいいと思うけどナナリお前の行動がキモいぞって話。あでも,正論,も正論言ってないじゃんお前。<laughs> いつもお前病気じゃん。 お前病気で違いみたいなことしか言ってないじゃん。ね、通報だ。通報案件だ。<え> <laughs> 病気だ言うた。ない,いよ。通報しろ。通報して、していいよ。どうぞどうぞ。うん。全然してもいいけど、うん、全然通報してもいいけど、お前の行動の方がキモいよってこと。うん、ねそうやってねち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 ね。裏でいろいろやったりとか、裏でね、なんか男に出会いしたりとか、ねあとは、ああ <laughs> <laughs> 俺は全然あったんだけどね。<あと> <laughs> これ通報してもいいうん。 あとは、ネチ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 ネこうやって男のイソロクとかにね、言いつけに来たりとかね、なんか未来さんに NG されましたとか言って、病気かお前お前が言ってる行為がお前ががってる行為悪いからだろうがよ。おかしいだろうがよ。NG するやつやっつけたらいいんだよだかかってこいよだったらな。戦えよ、NG するやつと。 うん、でもこ,ここで上がってきてる戦ったらちょっと面白いと思うけどね。うん、上がって上がって来ればいいじゃん、じゃあ7人も。あの気持ち悪い声でまた。病気みたいな声で。病気みたいな声で上がって来ればいいじゃん。一対1は好きだから他の人間はあげないからね、来ても。うん、あ、そうだよ。そうだよあんまごちゃごちゃさせるの嫌いだから、うん。あ、そうだよ。まあ、それは一緒にしたわの他のやつのはあげないえ1対1。1対1しかあげないってことはそれ通報案件 いいよ、案件通しても。そんなわちゃわちゃごちゃごちゃ何人もあげてもしょうがないでしょ。<laughs> ええ、それって他の、他の、他の上がりたい人の発言の機会を奪ってるから、う通報案件ってことは、それ。う通報案件ってことしたらいいやん。<laughs> <laughs> まあ、そうなるわね。そう。だからそは俺は、それはあの下たですそれを、それを言ったところで、うん、あの、うん、指示を得られないでしょ。 通報っていうのは指示を得られないと1件だけ通報しても意味ないのよ。<や>それの指示を得られるだけの理由をつけて通報しようぜっていうので通報を募れっつってんの、うん。だから通報全然してもいいのよ。1対1っていうのがダメで他の発言やつの発言の機会を奪ってるんだって。うん 逆に、なんかそういうことをしてると、逆に通報してる側がばになる可能性もあるし、うん、いい、悪いとか、そのどっちに利があるかで言ったら、NG しただけで通報っていうのは、やっぱり、利、うん、もないし、賛同する人もいるとかね、言葉まあわからないね、それ、言ととかの制限。まあ、大手の枠行ってやってみろよ。え,よえ大手の枠行って、まずお前が荒らすじゃん。 NG を引しますって言って別に俺荒らしてないでしょ練炭打っただけで NG されたりしたんだからさててそういう時には通報案件っていうのでてて、ま、逆に戦えるって話よでじゃあ大手に俺に嫌がらせさせろよじゃ未来と思えの言い合いにどうして YP 思いをちょっと入れたりして邪魔するの未来は話せない病気じゃないでしょちなみに私は NG してませんいやそもそもお前が経緯知らないだけじゃんそれそもそも俺がさらされてんだよ まあ、分かってないだろバカ、カス。まあ、本当に頭悪いな。俺何も知らねえくせに言ってくんじゃねえよ。何が正論じゃボケ。俺がそもそも煽られてんだよ。俺がそもそも発端で、俺が一番被害にあってんだよ、バカ。俺が晒された個人情報とか晒さらされして、してんだよ。何煽って悪いねん。で、またあいつ俺のあそこの場で俺を晒そうとしたでしょなんでそれが俺ちゃちゃ入れたらダメなんだよ、カス。喧嘩売ってんの向こうじゃねえかよ。もう頭悪いのか。おい。 謝罪しろよ、カス。死ねよ、お前、マジで。何なんだよ、お前。それで何が、ちょっと入れてどう抜くのねえななり、クルピのとこでも言いつけてたのバカなのお前。知らないくせに。上がってこいよ、まず。占いじゃ俺がしてやるよ。いい、して。ないわけじゃないよ。やめたくねて、いい、して。 ほにゃらはにやらはにゃ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 らはにやら。コーン中吉。良くもなく悪くもなく。はい。おみくじじゃねえかお前それ。いやおみくじ占いだ。おみくじ占いだよ。それは。 そうそうそう。だから結局ね、そうやってね、話も知らないくせにね、文句だけぐちぐち言って出てくるやつなんかいらねえんだよ。だから NG にされんでバーガ黒ひげの枠でなんて話してないけどね、ね話してるからお前、黒ひげの枠でも。記憶障害残ってんだよ、スクリーンショットが。おい、記憶障害。上がってこいよ、記憶障害。残ってっから、黒ひげの枠のコメントも。おい、障害者、病気。うん、気持ち悪いんだよ。こも、上がれるんだったらね。<い>そうだ上がってこいよ、病気。 無理なの無理なんだったらぐじぐじ言ってくんなよ、カス。なあ。しかもお前経緯知らないだろなんでモイさんがうんぬんかんぬんっていうのは俺が煽られてるからだよ。で、それ再三説明してるけど、お前聞いてねえだろ。聞いてなくてそんなね、一周ね、遅れ、五周ぐらい遅れてるね、クソみたいな煽りをしてくるから、あ、だったらいらねえわって話だろうがよ、お前。わかんねえのか、お前そんなことも。自分の発言がどの程度レベルが低いのかってこともわかんねえのかよ、カスがよ。おい どっちが気持ち、お前が気持ち悪いだろうどう考えても。それを言い振り回したりさ、ね、あの、寝かまみたいなことしてさ、お前本当はおっさんだろ、声からして。おい、おっさん。気持ち悪いんだよ、おっさんがよ。病気のおっさんがよ、頭の病気、体の病気もいっぱい持ってんのか知らないけど、作病なのかわかんないけど、そういう病気なのかわかんないけどね、気持ち悪いのはお前の行動だろうがよ、ボケがよ、病気アピール、病気アピールとか言ってるけど、お前こそ病気アピールしてんじゃねえかよ。クソ、カス バカバカ、バカは、バカはてめえだろうがよ。とにかく分かった。そういう事情だからね。気持ち悪いよ。ねナナリーさん。あなたの行動と、あなたのね、体と、あなたの人格と、あなたの性格がまず気持ち悪いんだよ。それを自覚して NG されたって泣き言言ってください。あなたみたいな人ね、NG しない方がおかしいから。 あなた NG されるために生まれてきたような存在だから。わかったこれ以上ね、もう何も言,い言えないんだったら、俺に言い返してこれないんだったら、もうこれで終わりますけど。ねはい、ブーメランね。何がブーメランなのな、今、俺が言ったところのどこにブーメランの良さあっての具体的にじゃあ適時してください、どうぞ。はい、どうぞ。あるだらどうぞ。はい、具体的には言えません。 障害者だから。コラボ上がれないのこれ。うん。リーさん。上がれないのナリーは。できればね、あの、上がった方が話が早いっていうか。そうだよ。お前遅いから。頭の回転も遅いから。指の動きも遅いから。指、これは。指一本しかないんだっけ今。かわいそう。かわいそうだから言いません。ちょっと。これはクソダサすぎるだろう。クソダサすぎるだろう。 何可哀想だから言いませんって。クソダサすぎるだろ、お前。え、だったら、可哀想なんで NG のこととかも、言いふらさなくてよくないなんでそこだけは言うのいらないからそういう気持ち悪いこと。中途半端に言うんだったら言うなよ。お前。マジで。いらないからね。なんでお前、都合のいいところだけ、 言って、ね、こういうね、言えない部分はかわいそうだから言えませんになるの。おかしいんじゃないの病気。お前頭の中が絵本じゃねえかよ。何が絵本作家が夢ですだよ。お前の人生絵本じゃねえかよ。絵本の中に閉じこもっとけよ。ブス。童話だか絵本だか知らねえけどさ。お前はね、あの、童話作家じゃなくて、あの、得た否認の方の童話でしょお前。もういらないから。否認。 あこれはにいい、全然俺の枠自由だから。何言ってくれてもいいから。いい。いや、いいけど、俺も今のはちょっとやばいから。今ちょっとすみません、取り消します。何でもいいや、お前。ビビってんじゃねえや、お前。バンにビビるな、お前。何ビビってんだよ、これちょっとね、得た否認はやばかった。ごめんなさい。そこは、ちょっと俺の勢いが。 すごすぎて、得た否認と言ってしまい、得た否認の方々に申し訳ございませんでした。このブラック女がぐらい言っとけよ、お前、本当に。いいっっいや,やめとけやめとけやめとけ、やめとけ、やめとけ。何ビビってんのんさっきまで病気だの、ああ得た否認だの言ってたの、もっと言ったらよ本当は。いやいやいやこいつの性質について言うのはいいけど、こいつの性質について言うのはいいけど、なんか別の特定の集団とかに対しての文句とかは違うじゃんっていう。 いや、そこは申し訳なかった。その方々に申し訳ない。ない,やい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 や。<laughs> まあ、ナナリーみたいなね、この <laughs> 気持ち悪い女を、その集団の方々と一緒にしたら申し訳ないってことよ。あ、そ、ね、申し訳なかった。そうそうそう。なるほどね、でも、帰ってこないんでしょ 私の何を知ってるのいや、全然知らないけど、お前がね、いっぱい病気を語ってて、ね、毎週毎週違う病気の名前を言ってきて、私今日はこれになっちゃった、これはき今日はこの病気で救急車に運ばれちゃったって言ってるのは知ってるよ。<laughs> こいつマジで、なんか俺の枠に来てた時もあったんだけど、なんか最初はこの病気で入院しました。で、その次の週ぐらいに来た時はこの病気で入院しましたって、ね、毎週変わってんだからね、病気が。 お前は週替わりの吉野家病気定食かよ。おい。いらねえんだよ、お前。決めつけやめて、決めつけじゃねえだろ、お前。事実で言ってただろうがよ。週替わりの定食女がよ。定食家の女ってっちゃうぞ。ごめん、ないかもしれない。吉野家じゃないけど。<laughs> そういうなんか、例えにはいらなくない別に。例えにすっつもいらなくない吉野家ないもん。<laughs> 定食ねだろね。松野屋だよ。松野屋にはあるの松野、ね、松にあるの松 出もないのばっか出すのそこは突っ込まなくてよくない勢いでじゃ,じゃあ週代わりって言いつつそれないことっていうこと、うん、週代わりの定食があるのって大体さ地元の定食屋になっちゃうじゃんじゃあその地元の定食屋の名前を言ってしまったら俺特定されるじゃんだし分かんなく前なんて定食屋の週代わりだろお前って言えよかったね 吉野家とか言ったらないとこ言われてもちょっとそこはいいよ分かった分かった分かった分かっな分かっな分かった分かった分かった分ってるということっいいの？さっきの例え。いや違う違う。それはマジで。た分かっ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 たのは申し訳ないけど、こいつがその週分わり病気定食たしてたのかマジだから。あの七百円ぐらいで安いなお前の病気分おい。 恥ずかしいな、お前よ。え、終わりもう、ナナリーさんじゃ、これで。でも NG とかね、言い回ってもね、また俺来るからね。NG とか言いふらして気持ち悪い行動してても、またバッチバチに煽りに来るからね、ナナリーさん。今度また、もう、なんか、書き込めなくなっちゃったみたいな。<laughs> これ病気、発病しちゃったのかなあの、得意の精神病、発病かな今週は精神病かな今週はパニック障害になってるのかなナナリーさん。 もうこの辺でやめておきますが、うんね、あのななりさんねその、言いつけるとかそういう気持ち悪い行動はやめて、まあ、できればもう関わらないでください。お願いしますね。うんはい、岸が、岸が死んでね。お疲れ。じゃあ一緒にありがとう。よみよみおいおい。<laughs> ワイピンノリノリやん、マジで。 ああまあね <laughs> ナナリーさんも元気出してねなんかそのああ変なツッコミしちゃって怒られちゃったけど <laughs> ブレイキンはした <laughs> いいじゃんいいじゃん YP 走れ本当に敵対するやつ全員ぶっ殺せや本当やっちまえよお前変に遠慮するからのこれね、うん、あこれ今更反論が今更反論が来たしかもなんかあんまり反論になってないような反論な気はするけどねうん ちょっとね。ね <coughs> <coughs>。さあ。<coughs> あ,あ、たまにおつかない。<coughs> いやー。なんか。 ね平和な争いごとの世界みたいな感じでいいねこれ <laughs> まあ結局まあこれねこういうのもボコボコにいやツイキャスでもやってんのよたまにね、うん、今これね YP がねこのナナリーのことボコボコにしたけどうんいいと思うこのくらいが。 え死ねとかゴミとかカスとか病気とかこれ全部使えない言葉だからねまあ一定の枠では言った時点で落とされるからほん当にシルかよお前そんな本当に 録画頼んだよ <laughs> これ、録画でもいいよ、別に。録画しとく、録画公開するわ。え全然 OK だから、俺の中では。あ,あ、いい、もう気にしないね。俺もなんか、あれはね、ちょっと、話聞きたかったのもあったから。ね。なんか別に、その、収めたいのか、収めたくないのか、ちょっと分かんなかったけど。うん。だから、そのね、 俺が言いたいのは、なんかわけのわからん NG したりするやつは、通報されたりなんだりされても仕方ないってことよ。うん、死ねとか殺すとか、自己責任で言いゃいの病気とか得た否認とかね。自己責任で全然言ってくれりゃいいんだけど、それで通報されてバンになったところで俺も知らないし、俺も通報されてバンになれることもあるかもしんないよ、そりゃ。でも、知らねえよって話だよ、そんなもん。うん、なったらいいじゃん、バンに。 どんどん通報して、どんどん俺にも通報しろよ、ほんと。気に食わんかったら。消したいんだったら消してみろよ、お前。それこそ週替わり定食で蘇ってきてやるからな、ほんと。<laughs> 吉野家の <laughs>。吉,<野家> <laughs> 吉野家の週替わり定食なんてねえよ、お前そんなもん、そのまま、ほんとに。うん あ,あ全然オッケー、これやれやれいもっと争えっつってねもっと争いの数あったっけこれこれ この画像この画像 <coughs> …こういうことよねうんだから未来も通報したらいいんだよお前そんなもんみんな通報だよお前通報祭りだよお前 通報も言ってたよそんなもん、ね、だから NG にするっていうことは話し合いで解決する気がないっていうことの意思表示だと俺は受け取るからねうんそんなんさ話し合いをする気がないって言ったら喧嘩とつもクソもないんじゃんこんなそうもっと話すえうんそうだからそれをするんだったらもう通報だよもうこれ監視して通報だよ 何かあったらすぐ通報だよ。で、それをいろんなところに書き込みまくって通報しまくるんだよ。え何これ話し合いとかで解決したいとか、平和にやりたいっていう人間が、NG っていう暴力に出るのがね、もうパワハラだからこんなねパワハラだよ、パワちょっとトイレ行ってくるね、僕ね。ちょっと争ってて。 ああただいまただいまえ未来のことも言ってるよお前そんなもん未来も通報だよお前そんなえ喧嘩だよ喧嘩ね？<laughs> 誰のことでも言うに決まってんだろお前俺が誰かの味方だと思ってたそれ間違いだから本当に未来の味方でもないしどっちの味方でもないから常に <laughs> ただ言えるのはなんか NG とかっていうのをのさばらせると俺が楽しくないのよ NG を許すなもう NG したら通報されてもしゃあないよそんなもん NG を当然の権利って言うんだったら通報も当然の権利だ <laughs> NG 配信者を潰せおお <laughs> <laughs> 未来来来た <laughs> もうだからそこに誰だったらいい誰だったら悪いはないから うん、NG 配信者を潰せ消せ殺せ <laughs> 追放しろん <laughs> わかんないけど。 NG は通報だ <laughs> うんまあ実際ねこれは別に擁護するわけじゃないけどタヌキに悪口書いてたのってな誰が何,何書いてたか分かんないからね結局そんなもんねうん NG は通報だよお前 NG するやつがつまんなくなるんだよ。ないよ ?NG したらもう通報すんだよ、お前。そいつ粘着して、ちょっと悪いことでもしてたら、通報すんだよ。通報だ <laughs>、うん、いいのいいの。じゃあ、NG され、NG した人間に通報。 っていうのはさ NG されたらそいつのアラを探して通報すればいいって話よそいつを配信会から追い出せばいいんだよバンにしてやればいいんだよ、うん、えそれだってナナリーに逃げたんでしょ、うん、ナナリーに逃げたんや <laughs>、うん、論破してるのは YP の頭の中だけで 結局いや俺磯六に喧嘩したわけ喧嘩売りに来たわけじゃないかなってナナリに言いに来ただけだからつって逃げてそこで終わったやん <laughs> 何を言ってんの自分が逃げといて本当に、うん、何が悪いなお前あ来たえ <laughs> だってさ磯六さっきさちょっと傷を負わされたらそれに対しては、うん うん、殺人をしてもいいみたいなすげえ苦しい理由って言っちゃう、ね、<laughs> その理屈がどうやって通るのいいよじゃなくてどう通るのいいそれだ。いいよ別にな、ね、ど,どう通るのどう通るのってのじゃ逆なんでやられたことに対して,いやや対してじゃあんでダメなんだよだからお前の理屈って,やら,てやられたことに対して同等のことをやるのがいいって話でしょ、うん、でじゃあケをさ,れたさせられたことと殺すことって全然同等のことじゃねえじゃんだから何同等のことなんても言ってないじゃんそれはそっちが言い分でしょ 同等のことってえだってさ、だからそういう点においてでもじゃあ例えばさお前ねお前が例えば文句言われました文句言われたことに対しても殺していいってこといいやっちゃえやっちゃえ自己責任でな俺はやんねえけどやるの俺はやんねえのかよやんねえよやんねえのかよお前やんねえんだったらそれがいいかどうかとか俺はそう思ってるとか言うね別にやったらいいやって言ってんじゃん自己責任で自己責任でやる分には自由だっつってんだよ <何>それって要するに、やることの妥当性とか正当性とかを、お前自身の中で見出してないから、自己責任でやったらいい勝手にやったらいいかだ,だから俺がやるって話じゃないじゃん、それは正当性があるわけ誰かがやるっていう話でしょ。お前の中での正当性がじゃあさあ、お前さあ、未来を攻撃されてもずっと黙っとくっていうこと、ね、えじゃあお前、未来攻撃されても黙っとけよ、お前攻撃されてねえんだから。なんで未来を攻撃された妥当性、他のやつを攻撃する妥当性ないじゃん、じゃ。 未来が攻撃されたことに対してね、それを守る行為っていうのはね、全然あるでしょ。例えば、知らないのかれ守る行為って、やり返すって、それは妥当性がないよ、だって。それが、やってることに対して、ね、権利があるのであればやっていいんだよ。なんだよ、権利って。お前、どういうことを基準に権利とか言っちゃってんのお前の中だけの権利だろそれを表に出してくんなよ。人に押し付けてくんなよ。じゃあさ、俺は、それ未来を守るお前を攻撃する権利があるっていうのがいいの 勝手に自分の中の思いだけで権利があるとか言っちゃってんなよ、ね、お前。何の権利があるの何に基づいて未来を守る権利があるとか言っちゃってんのてお前、やられてないじゃん、未来やられたら。じゃあ、お前、未来のことも口出してくんなよ、お前。お前らの勝手な約束を周りに押し付けんなよ。ね<え>その妥当性が問題なんだったら、らたお前、全く妥当性ないじゃん。 例えばね、家族、うん、家族を攻撃されました、それに家族じゃねえじゃん、お前そもそもさ。それ何を根拠に家族とか言っちゃってんの頭悪いんじゃないでねえの妥当性の話を言ってんだろ、お前。な恋人であってもそれは控除されます。はい、ロン。恋人であっても、それ恋人っていうのはどういうふうに、どういう定義なの恋人って。恋人でも友達でも、 それがね自分にとって親しい人、ね、それはお前の勝手な都合なお前そんなも何も通らねえからそんな。いや勝手な都合じゃなくて,ううて。だからそのそのさ、定義を聞いてんだけど、恋人の定義って何ですかじゃあお互いにそれは付き合ってるってこと、交際しているってことを認めたときじゃねえの今付き合ってんのん今付き合ってんのじゃそれは、あの、もうノーコメントです。 ノーコメントで言うんだったらさ、そもそもそんなもん表に出してくんじゃねえよ、バカがよ。じゃあ、守んなよ、お前。恋人でも何でも言えねえんだったら。あ守るんだったら恋人なんだろ、お前。別に恋人でも。あだってもうそう言ったよな、今さっきな。さっき恋人なら守る権利があるって、お前が言い出した行為だろ。友達でも。言葉だろ。友達は恋人って言ったよな。ええ、それは後で聞くわた言葉だよね。最初は恋人って言ってた最初は恋人って言ってたよな、お前。なあ、最初は恋人って言ってたんだよ、お前。 い磯,さん磯さん、それを言ったら、俺、最初に言ったのは家族だからね、はい、家族について、いや、最初、じゃあ、未来はどうなのって、未来は家族家族になんてなってないって、<laughs> お前、どういう意味で家族って言ってんのっていう話じゃん、何を根拠に家族って言ってんのって言ったら、お前、恋人って言ったんじゃん。じゃあ、お前、家族なの、だから未来と結婚してんの、どういう意味合いで家族なんですか、未来と。 教えてもらえますか家族って何バカなんだから落ち着いて。お前、未来と家族だったの。旦那のつもりだったの、もしかして。妄想オツだね、お前。なあ、発言変わっちゃったよ。じゃあ、家族が事実なんだね、一番最初に言った。そもそも一番最初に言った YP は未来の家族ってことなのね。ねいお前、コロコロ変えんねよお前。そこの部分だろうが、お前、家族なんか、じゃあ、最初に言った、そもそも最初に言ったことが家族なんだったら。 伊勢<あ>六さん、じゃあそこについて説明をするんで聞けますかどうぞ。どうぞ。まず、家族でもって言いました。うん、その後で恋人でもって言いました。うん、で、その後で友達でもって言いました。うん、これらって別に付け加えることに前言を否定する効力を全く持ちません。うん、<laughs> 俺の論理の妥当性は全く崩れてません。だからじゃその友達の定義って何友達と付け加えようが友達の定義って何ですか 友達,友達の定義って何うん。勝手に思ってても友達になっちゃうのそれ。勝手に思ってても友達だよ。一方的な友達だよ。じゃあ、自分の勝手な思いが、それがもう、あのー、その関係性に直結しちゃうということ自分が勝手に恋人だって思っちゃったら、相手も恋人なんだね。自分が家族って思ってたらかい、い家族なんだ。 ストーカー万歳じゃねえかお,お前これなあお前が言ってることさストーカー万歳じゃん <laughs> このやったことの上場の酌量に加えられますって話なな何の話ん聞いてなかった僕言って、うん、そのね一般的にじゃあ例えば友達だから守りたいっていう思いが認められるのは当然のことですでそれについて法律の許す範囲内であれば <laughs> その行為自体に 権利が認められるのどういうこと何言ってるの当然の権利って。まずそもそも。誰が権利をその権利を与えたのじゃ憲法において、日本国憲法です。与えてるのは国であり、日本国憲法です。で、それの中でも特に相手の人権を阻害する行為である場合で、かつ有責の場合にのみ法律で、 禁止されております。なので、何を禁止されてるの、基本的に法律で。有責で何が禁止されてるの,の俺言ったじゃん、今。何をってどういうこと何が禁止されてるって言ってんの何を何が禁止されてるの、憲法で。俺今言ったじゃん、それ。えよう分からんねもう一回言ってってこと,ことても,もう一回,回言って。うね、もう一回言って,ってこと他人の権利を侵害するかつ、その、うん うん、あのその量,量というか、その度合いが大きくて、有責である行為は、うん、他人の権利って何じゃん何言っ他人の権利も日本国憲法で規定されているものです。何他人の権利って。だから、それ日本国憲法で規定されているものです。だから、それは何って。日本国憲法をもとに今説明してたんでしょじゃその権利っていう部分は説明しないのめっちゃいっぱいあるよ。<laughs> じゃあ、今回の場合権利そのものに。うん、え 今、回ののの場合でじゃあどっっちの権利のことを言っている俺今別に阻害するような行為は他人の,他人の権利の部分を言っているのか、それとも、あ<ー>あのいろいろあるってことね。とりあえず、その権利っていうのはよく分からんけど、いろいろあるってことね。そで、えーうん、それでいや、出てもう俺は言いたいことを言ったけど、磯六、うん、さんへの反論も言ったけど、<laughs> それについて磯六さんの反論がない。<laughs> 俺,の俺の何に対して反論したのじゃん <laughs>、ね えマジで分かってないのお前が友達っていうのを一方的に友達だって思ってたら友達になるっていうのがそれ押し付けがましい思いが勝手になるってことは恋人も勝手に恋人って思ってとけば恋人になるってことでしょ恋人は違うのまた恋人は違うんじゃないそれはなんで友達と恋人じゃあどう違うの、うん、恋人ってあの、うん、特に親しい人でかつ二人が両者が交際をしている時に恋人っていうんじゃないの 知らんよ、友達もそうなんじゃないじゃん。友達とか親友にもそうなるんじゃない友達は。自分が勝手に思っとけばそうなるっつって。そこはもうさ、実際の様体俺はそこの部分で詰めてんのに、それを法律だの権利だのどうこう言われても知らんよ、そんなもん。じゃあその友達の友達の定義の中で内的定義なのか、外的定義なのか、どっちを求めてるのもしが内的定自分の中でか。内的定義を求めているのだとしたら。 外的,うう的定義を求めてるんだとしたらその友達の内的定義を求めるのってすげえ難しくな、ね、い、うん、だけど外的定義を求めるんだったら、うん、まあ言えるよってことじゃあ自分が勝手に友達だ,っと,だと思ってて俺友達だよっていやお前友達じゃねえよって相手から言われててもそれは友達が成り立つってことになっちゃうの、うん、それは難しいそれは外から外的に見てうう友達じゃねえだろってなんない外的定義って外から見てってことでしょ 内的定義っていうのは自分の中で何どういうこと内的と外的って何を示してるの内的っていうのは要するに内包している性質を定義しているもの、うん、外的定義っていうのは外,外縁から定義しているもの外縁からどういうことよくわからないんだけど、うん、何,何,何を示してるんですか、えっと、簡単に言うと、うん、例えばああと果,物果物があるでしょ果物。うんうん 果物の定義について考えるとするじゃん。うん、果物って何って言ったときに、うん、えっと、説明の仕方が2つあるのよ。うん、木の上でなっていて、うん、例えばね。うん、かつ、それが甘みを多く帯びていて、うん、かつ、えっ、ー、と、人間にとって過食できるものとか、それが正確とは言えないけど、うんうん、まあ、 内的定義のイメージね。イメージはこういうのが内的で、うん、うん、だからそれが持ってる性質ってことね。そ,そう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 そ、うん、通の性質。外的定義はバナナとかリンゴとかイチゴとかみかんとかっていう。定義する。固有名詞ってこと？固有名詞をそのね集団の中で。まあここ固有名、まあ今の例で言わ、固有名詞ってことね。固有名詞ではなくない。 い名詞じゃななくリンゴとかイチゴとかみかんは固有名詞ではないけど固有名詞だけど固有名詞って固有名詞で例えばあの山品種のことっを言いたいってことあの品種とも違うねだからある集合の中の集合の中にイチいちごは固有名詞じゃないは果物の中のイチゴじゃん <あ>う違うの固有名詞は違う固有,固有名詞っていうのはもうなんか本当に固有の名前とか地名とかのこと、うん、果物の名前じゃん,んあの人の氏名っていうことなの人,人限定なの固有名詞って固有名詞は、まあ、人と地名ぐらいじゃないそうなのあとは商品名とかうんじゃあ土地乙女とかってこと とちおとめは、うん、固有名詞かもしれない。それは固有名詞 <laughs> あ。そういうことね。いちごは固有名詞、うん、果物の中から見たら、いちごは固有名詞なんじゃないの逆に。<く>果物っていう中で、いちごとかバナナとか、そういうものを指す言葉って固有名詞なんじゃないのわかんないけど,これどうし、同じ種類の中で一つしかないもの。いちご一つしかないもの。 イチゴはいいいっぱいあるくない果物の中でいちごって一つしかないやいちごの中に甘王とかそういう種類があるだけで。いえ,いえ、その一つの物体を指して言うから。うん、ああ、物体を指すってこと<い>じゃあ、甘王<あ>はいっぱいあるから、こういう名詞じゃないかもしれないってことああ、確かに。甘王はううあ商品名もいっぱいあるから、こういう名詞じゃないってことその商品,商品名は 商品名は難しいんじゃないあ、でも商品名も、うん、いやでも商品名は一般に固有名詞とされてるね。うん、うん。でもいっぱいあるよ。いっぱいあるけど、うん、まあだからそこは結構曖昧だよ。まあ曖昧ってことね。じゃあ、曖昧だけど、いちごは固有名詞としては認識されてないよ。本当に <laughs> 本当本当。固有名詞の気がするけどな。じゃ調べてみようか。 どっちでもいいんだけどもある一つのことまあこれはどうでもいいや <laughs>、うんうん、多分そうそうそう名称として用いられる名詞ある一つのことえっ、ー、と事物特有,特有の名称として用いられる名詞って書いてあるそこもすごい曖昧だけど大体、うん、いいこれはこういう名詞大体いいこれはこういう名詞じゃないっていうふうになってるものよ、うんうんうん で、そこは、ある程度認識されてる。一般の中で。うん、で、地名とか人名とか、まあ、商品名は、こういう名詞とされているけど、そうじゃないものはこういう名詞とされていない。それのみに与えられた名称を表す名詞のことって書いてあるね。だから、厳密に言うと名前だって別にそれのみじゃないじゃん。あ、氏名だって。でも、映画とかもそうなるみたいね。こういう名詞に。映画は、 ななんていうのかな映画の作品、それ自体はなんないんじゃないあ、映画のそれ自体は一個じゃタ。タイトル、タイトル。そう,そうそうそう。そうん、でそれ自体は1個じゃん。だけど、上映はいっぱいされてるけど、うん。だから、そこら辺の区別は結構曖昧で。ああまあまあ、だけど、固有名詞ってことね、うん。うん、分かったわかった。そうそうそう。で、さっきの友達の事例も、内的なじ、うん、あの定義は難しいけど、外的な定義は、まあできるよって話。でも、友達は固有名詞なの あこういう名、そう関係ないから、こういう名詞、ね、じゃなくて、友達っていうのっていうの、言葉だけで表されるものじゃないじゃん。いや、ナナリーさん、それはしませんね。いや、しませんね、ナナリーさん、それは。それはしませんね、ナナリーさん。無理です。あなたのやってる声が気持ち悪いので、無理です。<う>で、え 固有名詞ではないでえと友達のあもう固有名詞関係なかったごめんそれ間違えたわ、えーとね、友達の部分でしょ、うん、で友達っていうのはだってどういう共通認識があるかっていうのは分かんないけど俺はお互いにその友達だっていう認識があって初めて友達だってなると思うのよ片方が友達じゃないって思ってたらな成り立たないし俺は 一方的な友達もあると思う、うん、一方的な友達なんてないでしょ。相手に嫌われてた友達じゃないし。自分の意識だけで相手が友達になるみたいなことはないよ。まあそこはじゃあ、それはお前の中だけだろうって話じゃん。まあそれは一色くはない。じゃあ俺が大統領と友達だーって言ったら友達になるの <laughs> 俺は友達だと思ってるっっら。 大統領はじゃあそれを否定するかというと多分否定しないよ。私はね、国民すべてと友達ですっていうか、うん、俺国民じゃないけどね、大統領の。まあ国民じゃなかったら世界の市民と私は友達ですって言うから、うん、多分大統領は。聞かれたら否定されないと思うよ。でもそれは、じゃあそれは友達だと思うってことじゃあ友達で、俺大統領と友達でいいってことまあ、ダチじゃない、お前は。<laughs> そうなの <laughs> じゃあ俺は、あ,あのー、何 誰に先生とかと友達みたいなのも OK ってこと話がどんどんずれてるけど、うんうんね、その友達であることの定義と、ねうん、そもそも友達であることの定義と、うん、さっき俺が挙げたその権利の話ってどう関係あるのいや、そもそもそれは権利の話って何人から出てきたの <laughs> 俺、その友達の部分を求めてたんだけど、ずっと。俺、その話してないんだけどえ。いやいや、それはどういう権利があって。 どういう権利があってその NG したらダメなのとか、どういう権利があって通報したらダメなのとか、うん、そういうのたいや、一番最初の話が本題じゃない。ののだから、なんで未来を守るのみたいな話をしたわけで、うん、それ、友達だから家族だからってできたんでしょ違う違う違う。なんで未来を守る権利があるのって話を。なんで、だから、そしたら家族だから、友達だからって言い出したんでしょ、うん で数友達ってどういうのを指すのって、一方的に友達だと思ってたら友達になるのって、まあ、うん、それはどっちでもいいんじゃない。<laughs> でそこの定義が分かるから、友達って何、恋人って何、そもそも家族って何、どれにどいかなのそもそも、人が人を守ることについて、人が人を守ることについて、それが法律の許す範囲であれば、あらゆる人に権利があるよ。うん、友達であろうがなかろうがね。うん いや、言ってること、こロころ変わってるんだけど。ころころ変わってねえから。家族だから、恋人だから、友達だから、言うて、結局は誰も誰も守る権利があるんだ、言い出したら、それ話が全然違うじゃん。磯六さん、磯六さん、磯六さん、磯ん、さん。あのね、俺が言ってることって、じゃ最初、友達とか家族とか恋人は、権利があ守る権利があるって言ってたその後それを拡大したところで、拡大したところで、 ねうん、俺が言ってることって、前言と全く矛盾しないのよ <laughs> だから、前言と矛盾してるから拡大させで前言が後付けだよ、後付け。後でつけていったんだよ、自分が矛盾してるから。自分が矛盾してなくないですね。うん、じゃあ、結局、じゃあそれだったら、法律の範囲内であれば許されるってことでしょ。うん、ややることは。そういうことです。うん、じゃあ、それでいいよ。じゃあ通法も許される、法律の範囲。 NG されて通報するのも許されるやん法律の範囲内だけではないです,のでいです何の範囲内になるえと例えばそこで決められてる利用規約の範囲内にもなります利用規約何利用規約、うん、じゃあツイキャス外であればないよねツイキャス外でね通報誘導とかすればそれはあれになるんじゃない問題ないんじゃないそれは自由なんじゃない、うんうん、だからやり方はいろいろあるよね でもね、通報を通報をツイキャスでやってるわけじゃん。それは少なくとも通、あと、通報っていうのはツイキャスのシステム。通報誘導して悪いと思うんだったらツイキ通報のシステムはそもそもツイキャスのシステムだから、ツイキャス外でやることができるんですか、通報を雑談たぬきで通報誘導したらいいやん。通報誘導じゃなくて、通報自体をするシステムがツイキャス内のシステムなんで、そこは 利用規約に従わなななななければならいないんじゃないのって話なんでだって俺そもそもさ利用規約って罰される覚悟あるならやっていいと思ってるから <laughs> そのための罰則でしょ法律に対しても俺は同じことを思ってるよる刑に服すの,の,のであればや<法>その刑を承服できるんだったらやってもいいと思うし俺は俺はね<え>俺の考え方よかってな、えっと、うん。 あじゃあそれは多分あの一般的な法の考え方とは異なりますね。異なるよ。<れ>実質問題そうだもの。じゃあそれはお前の。地上の空論じゃなくて、お前の実,実質問題そうだもん <laughs>。それはお前の中ではそうなんだろうな。じゃあ今それをやってない,っい,しないやってる人っていないの俺しか。いや、どっちがお前以外も法律から網を,網を逃れてる人間と。 どっちが多いいかは知らない厳密に言えばこれ、罪になんないの今言ってる子供、うん、誹謗中傷とかさ、うん、そういうことになってくるわけやさっきのナナリーに対する言い分とかもさ、法律を絶対議守しないといけないって、それ,それもすり抜けてるわけや<お>、うん。すり抜ければそれをもし、うん、それをもし、あのうん、俺が悪いと思ってるんだったら、それは俺が悪いんじゃないじゃ自分が悪くないと思ってたら悪くないってこと いや、そうではないよ。なんでや少なくともそ、自分のことや,やる内心の、内心の中での話でしょ内心がどうかっていう部分で、法律とか、それがどうあるべきかとか、どう考えるべきかっていうのは、うん、その内心によるんじゃねえのって話。内心ね。じゃあ、じゃあ自分の気持ちだけでいいってことそこは。気持ちだけで大丈夫自分の気持ちで。質的に自分の気持,気持ちだけで大丈夫になってるってことやん。 それは建て前がどうであれ、自分がそう思って大丈夫だと思ってるから、じゃあそれ、刑に服すと思ってやってんの捕まると思ってやってんのかなりさっきやるあ、そうなのじゃあ俺と一緒に。おい、何言ってんの俺とお前の共通認識一緒やん。悪いことやってディスるのも捕まるかもしれないと思ってやってるって。一緒ねえか、俺とお前。違います。何言ってんの全然一緒だよ、お前。だってそれ、捕まってもしょうがない。捕まると思ってやるんだろ 忙しく苦しいよ、それはああ。苦しくないよ。よだってお前捕まると思ってもやるに言たやん、一緒やん。う手を吹く、手に副さする、服死さえすれば、うん、その行為をやっても、ね、うん、それは許されるトレードオフだっていうことを言ってるんでしょ、うん、俺はそんなこと思ってないから。俺はそれ自体が悪いことだって。でも行動自体は一緒やんだって。行動が一緒っていうのと、<laughs> <う>さっきね、あの、 それはお前の気持ちが内心どう思ってるのかそんなもんわかんないよ。お前が本当はどう思ってるのか分かんないから俺も分かんないって言ったんだけど、うん、その内心の話を出して、でも結局行動的には一緒じゃん。俺とお前やってること。どう思ってようと。行動が同じから見た今俺がしたよ。行動一緒やん。じゃあ俺とお前と行動は一緒やっとお前が出したもんね。じゃあ内心は違うね。 でさっき内心うんぬんって話を出してたけど、じゃあ内心の部分では違うってことな内心の部分お前が内心の部分を出してたけど。いや、俺は法律をそう思ってるから、そういうふうに捉えてるから。だからそれはいいことなんだ。悪いことではないんだっていうふうに、磯六さんは言ってたよね。許されるって言ったのよ、俺。うんうん、だから許される。それは悪いこと,いこと。許されることはいいことなのじゃあ法律、悪いことはない。許されることはいいことなのじゃあ。 悪いい許されるっていうだけで、許されるっていう言葉自体で悪いことは悪いことではないんでしょ、うん、悪いことなのどっちなのどう思ってんの許されることだったら悪いことではないんでしょ許されることは、じゃあ、許されることだって悪いことではない。いや、イストロクさん自分で悪いことではないって言ってたし、許されるとも言ってたよ。許されるって言ってたよ、俺。 内心での判断でそういうふうに思ってるって言ったんでしょ、うん、そうよ。うん、だその部分が違えよって言ってんの。何が違うえ、だから内心の部分が違うよんだって。じゃあお前法律に従ってやってないじゃん、うん、法律に従ってやってなか、うん、そうなってもいいと思っとしっても。うん、だからお前と俺行動的にはやってること一緒なのよ。実質的に,的に。行動的に一緒だったとしても内心が違うよっ,って。<laughs> 内心じゃあお前の中で内心違う違う思っとけよ。俺も勝手に思ってるから。 内心で言い出したらもう勝手に思っとったらいいやん別にだってお前の主観で勝手に思っときますみたいなことなんてさ勝手に思っといたらいいやん別に厳しいと思っとったらいいやんお前の中でそう思ってたらいいよな苦しい苦しいだって一緒の癖はないマジかよこいつ自分の行動俺と一緒の癖だろに内心は一緒だろ一緒だろってお前知らねえよお前そんなもんお前の心の中だって分かんねえ心の話出したんで。 <laughs> おろ、うん、そこう,う思ってるって言っただけよ。俺、ね、の意見は言っただけよ。俺はこういうふうに言っただけよ。俺はただ、律の主観でこう思ってるって言っただけよ。そこの主観の部分が違う部分がまず明らかに誤ってるって話をしてんだよ。何誤 <laughs> ってる何ってるでもお前、同じことやってるやの心の中は分かんないとか言いながら、行動は全く一緒のことをして、お前は内心の考え方が違うからだめなんだって批判すんの。 ばっかじゃねえな、お前。内心の考え方なんて知ったことかよ、お前。内心の考え方が違う。お前、同じことやっといて、同じ行動やっといて、内心のお前の考え方が違うから、お前はダメだってことまあ、そうだね。それはダメというか、そこが、そこがね。自分は一緒のことやってんのに、お前は考え方がダメだからやっちゃダメとか、そういう話内心が異なるから、ダメだではなくて、内心がダメだ、言うたや、今。なんで、何がダメだ 法律としてこうあるべきだっていう、そのね、法理とかと異なりますよっていう話をしてるんだよ。うん、異なりますよって言いたかっただけあ、そう。そうそう別にそれそれでいいの考ええ方は間違てててるるよよっ話をしんだ <laughs> そうなの間違っててもいいの、うんそ,うん、それ構わないよ。じゃや論,論破されてるってこと間違ってたらじゃあ何が悪いの 間違ってたら何が悪いんですか、ね、えあなたも法律破ってるのを今認めましたよねさっきね内心ではこう思ってるけど俺は論理あのじゃあさ法律に反することは論理に反することっていうこと言いたいのは。 法律,法律に反することは論理に反することって言うんだったら、たお前、奈良にいた病理,病理とかさ、誹謗中傷とかもね、結局お前、お前の言ってること全く矛盾してるんだよ。自分にブーメラン返ってきてんだよ、お前。刺され切ってんだよ、また話お前また話。また話聞かないのそうやってごまかすの,、ね、の俺は法律に反することが論理に破綻してるなんてこと、ああ一言も言ってないからね。いつ言ったの、うん、じゃあ俺の、俺が言ったことってさ、俺の内心が法律の。 定理に違反して、はん、反してるんでしょう。だから、健全。法律に反してでしょう。法律。法律してるなんていっない。よ法律はいじゃないの、じゃ、あ何に反して。法律に反してるの。何に反して。法律に反している。じゃ、あ何に反してるって言ったんですか。法律の考え方。その考え方っていうのは、何で、税議されてるんですか。それは、法理です。法理。 法理は法律と違うの法理っていうのはどこ、何にまめてるの法,理法,理法律っていうのは、具体的な何をしてはだめです、うん、何をしてはだめです。っていうことじゃあ、法律っていうのは何に示されてるの法律っていうのはあの、まあ、いろんな法理学の本とか、えー、とそういうところ、あの学者とか、だからそれは結局何かそう,そ,うそういうふうに決めるっていうものはないっていうこと立て立て立て 決めまってないっていうこ一般的にどう一般的にどうとかじゃなくて<え>法律ってこう一般的に決まってるものや。六法全書かなんかにまとめられて。じゃ法理は何にまとめられて決まってんの,のそれは、えーとうん、法理学の本とか。法理学の本とかってことまだ学,学んでる途中ってこと法理学って何なの法理学っていうのは<や>の決まってるものはないってことね、今んとこ。あるよ。あるよ。例えばそういうのってね、国会の中とかでも。 法律に明言されていないが、その根底の源流にある、例えば推定無罪とするとかさ、そういう原理って、<在>うん、そういう原理は、だからそれをまとめられてるものは結局ない,いとでしょ。だからそういう文章がね、法律の位置づけでまとめられているのはないけれども、そもそも、ね、憲法とかでは、そういうのが根本的、うんうん、じゃあ、そのまとめられて決まってないものに対して、うん、何を言ってんのそれ、うん それを何を何をどれだけ語れるだけのものを持ってんのそれだけの知識があるっていうこといや、なく理学とは何かっていうのを語ってくれんの、う法のでここで。<laughs> そんな小難しい話いらねえから、お前。